ビルディングは何？ダイナースの一番いいやつ。え？自分の？うん、楽天カード。はい、どうも、ショータイムです。イエーイ。ビルディングは何？ダイナースの一番いいやつ。え？自分の？うん、楽天カードやっぱそういうところあれなんだね、うん、しっかりしてるよ、うん、すごいわ、たまいい、うん、俺信用度が低すぎてクレカ作れないから、うん、俺も作れない。嘘つけ。 YouTube は作れませんって言われます。俺も年収60万円だから作れないって言われた。このショットが良かったらボンボン入会するか。高すぎる。400万使うでしょって。使わない。400万使わないと得じゃない全然。あー、そっか。ナイスショー。ナイス。サンキュー。打っちゃったよ。打っちゃった。これ出してきた。おい、うまっ。ちょっと待って。いや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 。転がった。ハンデいらんやん。あ、ネズミ子はでも勧誘されたことないな。ない。あ、あるわ。あんの？あるわ、ネズミ子。マジで？なんの？あ、それこそだからさ、うん、俺さ、ショータイム始めたばっかの時なんか仮想通貨やってたじゃん。あれネズミ子だったの。マジで、うん、やられた。え、俺は全然10万円くらいしか入れてなかったから。でもやられたんだ。うん、なんか最初は普通に入ってきてたんだ。で、多分本当に10万円分くらいの仮想通貨もらってて、その後めっちゃバーンって上がったから大丈夫だったけど、独自でなんか作ったみたいな仮想通貨を、まあ、市場に出るようになるから、うん、めっちゃ上がりますみたいな。それ大体詐欺じゃん。そう、それでなんかマレーシアとかも行ったんだよ、うん、で行って、うわーみたい な、うん、なんか日本人とかいろんな大阪とかいろんなとこから来てて、完全にマルチじゃん。うわすげーみたいな、うん、でなんかすげーでっかい会場を抑えてて、うん、もう6000人くらいいるみたいな、世界各国から。でなんか変なヨーロッパ人みたいな人が、うん、創設者みたいな人が、うーん、みたいな。で、勝ちは何のマルチやってんの？餃子？やってねえわ。餃子をみんなに食べてもらうマルチ。何？餃子コイン？餃子コイン？餃子5個で300。仮想餃子いくらで売ってんの？385円。安いな。で、そう、日本に帰ってきたら、うん、そのサイトにログインできなくなった。マジで？そうそうそう。で、連絡つかなくなったと。悪いね。で、今仮想通貨やってる？あ、だから、まあ、持ってるのはあるよ。何？ビット、ビットとイーサリアムと、なんかいろいろ。1000万ぐらい。いやいやいや、持ってない持ってない。全然。ちょっと待って、集中しよう。どこで持ったの？ちょっと待って。これ何？ここ？ああ！もう！早っ！仮想餃子ばっか売ってるから。餃子マルチやってるからだよ。うちはちゃんと実体のある肉を売ってる。いやいやいや、うちもだわ。仮想牛肉売ってないから、こっちは。あー、もう無理無理無理、入んないこれ。ノッケノッケノッケでオッケーにして。無理無理、入んないこれ絶対。おお、何これ、ダボーパッド、ダボー。おー、あー、ポンジじゃん、ポンジ。そうそう、そういうことよ。そう、あ、そういうことやってんの。あ、ちょ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 、誰がや。385円払ってましたら、ちゃんと5個出すわ、餃子。餃子2ヶ月ぐらいは出して。違う違う、その仮想通貨のやつもそうだった。最初なんか毎月なんか AI がなんたらかんたらみたいな。なんか俺も勧められた気がする、それ買っちゃうの。そう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 。危な。でも俺本当になんかやんなくてよかった。危な。でもあの時仮想通貨買っとくのは良かったよね。